夏プロモーション始まるよ。速報です。新型コロナウイルスによる国内の死者が今日1万人を超えました。新型コロナウイルスについて今日から緊急事態宣言が始まった大阪府は新たに1050人の感染者を発表しました。何としてもこれ以上の感染拡大を食い止め、感染を減少傾向に転じさせる、そのために今回の緊急事態宣言を決断いたしました。以前のようにご家族様を招いての大きな行事はできませんので、ユニットならではのユニットごとのお誕生日会であったり、あと当施設は中庭があるので、お天気のいい日に中庭のお散歩をして気分転換を図っております。当施設で新型コロナウイルス感染症対策として取り組んでいることをお伝えします。まずご家族様、ボランティア様の受け入れの中止、そして全職員マスクの着用、そして手洗い、うがい、消毒の徹底、生活スペースであるユニットの食堂では飛沫感染予防のためにテーブルについたての設置、会議は集まらずに書面上で開催、出勤時、退勤時の職員の検温、定期的な換気、そしてご利用者様のご家族様からの健康状態の確認では電話でのお問い合わせや差し入れの時に窓口で回答をさせていただいております。はい、この1年間は、本当にもうコロナで、1年が終わってしまったなという思いです。できる限り、感染が出ないように、対策する、本当にもう怯えながらの1年間だったかなというふうに思います。松戸市特別養護老人ホーム連絡協議会といたしましては、新規にコロナウイルス患者が発生した施設に対して支援物資の提供をさせていただいております。それから PCR 検査の実施です。松戸市と県の千葉県の補助金を使っての職員の PCR 検査を行っています。コロナウイルスのワクチンの予防接種が徐々にできるということで、今後明るいゴールが見えてきていると思いますので、皆さん一緒に頑張りましょう。ご利用者様やご家族に関しましては、面会の制限と、それから地域住民の方、それからボランティア様におかれましては、入管の規制をかけている、時期であります。今後もそのような時期続くと思いますけれども、皆様方のご協力とご理解、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。